旭ヶ丘っていうところから今から向かおうとしてた目的地の首なし地蔵までショートカットできる道があるみたいなんですけど、それを見つけることができずに旭ヶ丘をずっとうろうろしようたら、こんななんか急な坂道に出ました。ここに出るんじゃ。何度も来たことのある観光名所ですね。菅原神社ですね。屋根の今吹き替え工事あったんじゃん。今はね、夏なんで花が咲いてないんですけど、春にはね、あやめが咲くスポットとして結構有名な場所なんですよ。で、あのメガネ橋が明治時代に建て替えられたっていう古い橋ですね。鯉なのか船なのか分からんけど、なんか泳いでますね。亀もいるし、なんか餌くれやみたいな感じで寄ってきおるけど、菅原神社の動画ありますんで、動画説明欄の方に URL 貼っとくんで、そちらからぜひご覧いただけたらと思います。亀がこっちを見おるわ、船なんか鯉なんかよ分からんのも近づいてきおるわ。自分らで飯探してくれ。あとね、蚊が寄ってきおんで。なんなん、なんなん今の。地元では有名な場所です。あまり大きくは知られてないやつなんですけど、首なし地蔵さんです。正面にあるこれですね。で、噂では地元の少年たちが蹴って首をもいだんじゃないかっていう話もあったんですけど、ほんまかどうかちょっとわからんような感じですね。いくつも噂があって、あのお地蔵さんを見ると事故死するぞだとか、あの首をもいだ人はもう死んでしまったぞとか、結構ね、いろんな噂っていうのはあるんですけど、全部当てはまったような新しい情報っていうのはないんで、噂だけが一人走りしてるような感じのやつばかりです。ここの池を作りにあたって人が結構死んだって話はほんまみたいで、ここにもお地蔵さんだとか立っとるんですけど、これおそらくあの吉浜33観音っていうのはあるんかな、遍路道で、それのお地蔵さんだと思います。ここにあるこれは、で、下にある万人供養で書いておった首なし地蔵は、ここで亡くなられた方を供養するためのお地蔵さんやと思います。あそこに石垣がこう見えると思うんですけど、あの石垣がよう壊れておったみたいで、建設するにあたって崩れるたんびに人が亡くなるっていう、そういうことが起きておったみたいです。この広い池が完成して堤防下にさっきのお地蔵さんを作ったっていう形ですね。で、お地蔵さん作ってからは何も起きんかったみたいで、なんやこれ、絶対食えんやつやろ。心霊スポットとしてはある程度知名度のあるやつです。おっ、亀が死んどるわ。首の方がお地蔵さんないんですけど、首自体が見つかっとらんのんですよ。それからもういろんな噂が広まっとって、誰かが持ち帰ったんじゃねえかっていう話とか、あと地蔵さんの後ろに実は埋まってるんじゃないかっていう話もあるんですけど、そちらも噂なんで信憑性の方がないですね。そもそも初めから首なしだったんかもしれんし。というわけで次に行きます。今日の朝まで結構な降り方しとったんで、うわ激しいな。吉浜地区っていうところなんですけど、この辺梅雨の時期と台風のシーズンになると沈むんですよ。で、なんでかって言ったら、ここは昔から沼地でして、で、この線路があるところ山陽本線なんですけど、山陽本線は堤防みたいな感じで埋め立てた土地なんで、なんともないんですけど、こっち側ね、完全に沈むんですよ、この辺。ほんまに海みたいになるんで、家でなんかこの水路見てもらったらわかると思うんですよ。道ギリギリまで水の方が来てるんで、これも、ここまで来たんですよ。これ。こう通るしかないだな。そこの水路からこっちの道まで溢れとんです。これが吉浜名物なんですよ。雨の時期になるとこの辺一帯は沈んでしまうっていう。稲が沈んでしもうとるわ。
次に向かう場所っていうのが沖尾明神っていう神様ではないんだけど沖尾さんを神格化してそれをお祭りしてるところがあるんですけど今からそこに向かいます。この沖尾さんって何なんか言うたら吉浜のこの辺は沈むっていう話をしたんですけど沈んでしまうとそもそも沼地だったみたいなんですよ。で沼地に田畑があってでそこ山陽本線があってそれの向こう側ってもすぐ海なんですよね。雨の日だとか天候の悪い日になると海からの海水と向こう側ね今もこう治水工事しとるけわからんと思うんですけど向こう側にね川が流れてるんですよ。であとまあこう沼地だもんで天候が悪い日はこうもうこんな感じで水が溢れ返るんですよね。海みたいになってしまうんでそうなると米が作れんわ野菜が作れんわってことになってで堤防を作ってはみたんだけどどうしてもその堤防が決壊するみたいでこれはもう生贄だということで福山の方から沖尾さんって人を連れてきて吉浜の堤防に生き埋めにしたみたいなんですね。堤防言うたら方向的にはこの方向なんですけどこれ取れるんかこれこれこんな感じになっていくんですよね。これまだいい方なんですよ。で向こう側に行きたかったんですけどちょっと行けれんので引き返します。ひどい。供養のためって言ったらいいかな沖尾明神っていうのを建てたということになっています。吉浜のこの辺が沈むところを見たいなーって方はねぜひね梅雨の時期から台風シーズン広島県と岡山県をもろ直撃するとき来てみてください。こんな感じで完全に道を塞がれるんで足の方か。これねこの後また雨がざんざん降りになるっていう予報だけね完全に溢れるな。あれが金浦小学校であっちに見えるのが金浦中学校であそこの真正面の建物が映画のトンビで撮影地になったやつです。この辺りまでが海でこっちがね沼地だったみたいなんですよ。水門を開いて水を抜いてますね。でこれが沖尾明神と白馬ですね。で隣は、供養のためのお地蔵さんみたいでこの方向が吉浜の堤防ですね。ちょっと分かりにくいんでどんな感じかっていう航空写真の方を載せときますんで見ていただけたらと思います。すげえボロくせえんですけどまだね人が住んどるんですよね。これ結構古いですよこの家。この正面にある実際石なんですけどこれお地蔵様みたいです。富岡地区の方に来ました。まあ、趣味悪いんですけど笠岡市の処刑場跡っていうのをずっと調べてましたらこちらのね富岡地区の方にもあるっていうことを知りまして今からそちらの方に向かいます。この辺でね一揆が起きたみたいなんですよ。一揆を起こした2人を処刑したっていうことでその場所っていうのが富岡会館っていうところみたいでもともと富岡小学校っていう建物があった場所ということになってます。猫ちゃんが車に轢かれそうになった。見つからない。航空写真で写ってた火事のあった家です。ということはこの近くに富岡会館があるはず。はい着きました。とりあえずこの辺住宅街なので覚えていきます。年貢の取り立てのことでわちゃわちゃやったみたいなんですよ。でそれで2名が首の方をはねられたっていう場所ですね。とりあえずここが処刑場跡になってます。正面と人がおるんで神社に行きます。七面大明神って書いてあるんですけど正式な神社の名前は富岡神社と言います。大神山登山道って書いてあるな。あらもしかしてだなこれ
踏んではなかったけよかった。富岡神社と言います。まあ、正式にはこっちから登っていくみたいですね。またさっきの道に戻るんでこっちから行きます。ヤブカがおる。しましまの蚊。夜はおとなしいくせに日中は元気だ。こちらが笠岡城への入り口となる道路です。今から向かう場所は江戸時代において城山から海に向かって身を投げてしまったっていう場所に行きます。見えてきたこれが自殺の名所だったということで、それを知らせる石碑ですね。一応慰霊碑ってことになってます。さっきの慰霊碑なんですけど、城山の西の方にあった観音堂の近くに建てられてたみたいで、今はもう山は削られてしまって土の方が全部向こうの監督地の方に行ってしまったもんで、慰霊碑が立つまでは笠岡の城山山頂からこの海に見かけて飛び込み自殺の方が大変かったみたいです。幕末ぐらいの話だったと思うんですけど、その頃の笠岡は結構生活困窮者が結構多かったみたいで、仕事がないとかそういう不況の時代だったみたいで、多くの方が海に向かって身を投げとったということです。さっきの慰霊碑は亡くなっとった時期があったみたいで、そもそもさっきの場所にはなかったんですよ。引き上げられてさっきの場所にもう一度建てられたっていうことなんで、慰霊碑の上半分がもうなくなっとったということで、海中の方を探したら上半分が見つかったってことで付け直したっていうことです。日本の指定暴力団の本部がね、ちょうど真ん中にあるんですけど、大門の方がなくなってます。でもまだあそこでは活動が行われてます。6代目浅野組っていう日本の指定暴力団の本部です。さっきのところは馬鹿道の踏切です。こちらの踏切ではよく交通事故が発生しております。そもそも原因が踏切と交差点が同じ場所にあるから、踏切の音に焦った車が踏切に侵入して電車とぶつかったりだとか、踏切の向こう側とこっち側手前側の車が焦って正面衝突したりだとか、そういう事故の方が頻発してた踏切です。地元では結構有名な踏切で、心霊スポットとしても有名な踏切です。笠岡市立笠岡小学校です。もともと笠岡大官所があったところでして、元大官所の裏に処刑場があったとされています。で、今からそこに行きます。前にも一度来たことあるんですけど、その動画一回消しました。場所は違うんじゃねえかっていう指摘の方をもらいまして、もう一回撮り直そうと思ってもう一度こちらの方来ました。こっちが大官所があった場所で、その後ろが処刑場ということになってます。で、今映ってるお墓のある場所が処刑場の推定地ということになります。あと笠岡出身の有名な方のお墓もあるみたいなんで、興味ある方は来られてみてはと思います。目印になるのがこの正面の駐車場なんですよ。ここは何があったかって言ったら、もともと池があって、名前が切れ池っていう池です。切れるっていう漢字にひらがなの礼で三水の池ですね、がもともとここにあったみたいで、でこの場所で処刑の方が行われてたっていうことを情報としては仕入れました。あの方向からこの駐車場のあたりまでが、何あれ、なんかお地蔵さんみたいなのが置いてある。ここに池があって、ここが処刑場っていうことになってます。ここが陣屋稲荷っていう神社で、こっち側に小学校なんですけど、ここに笠岡大官所が建てられてました。この陣屋稲荷っていうのが笠岡大官所の守護神という扱いで崇められている神社です。昔からこんな感じで入ったんでしょうね。